いや、人だよね、これ。こんばんは。8番出口ね。やってみようと思います。ただですね、これ、ご存知の方いらっしゃると思いますが、Windows 版なんですよ。Steam で販売しているゲームなんですけど、対応している OS が Windows だけなんですね。で、私、いつも MacBook でやってるんで、おろおろって思う方いらっしゃると思うんですが、私ものすごいね、お手軽なね、ネットサーフィンぐらいしかしないようなのをだいぶ前に組んだことがあって、パソコンを。まあ、自作 PC ってやつですよ。それが、Steam に書いてある最低の、なんだっけ、あれあれあれ、条件あるじゃないですか。CPU とかグラボの最低条件みたいな。あれをも下回っているPC なんですけど、ちょっとそれでやってみます。一応、起動はできたんで、まあ、こっからですよね。どうなるか。グラフィックはね、一応私と同じ状態でやりたいって人がいるかもしれないんで、確かライゼン CPU は、GPU は内蔵し、CPU に内蔵されてるやつです。ライゼンのなんだっけな、ちょっと待ってください。ライゼンの3だった気がする。ライゼン3の 3200G ですね。と2020年に買ってます。新品で買ったやつを使ってやります。設定はね、1119でカメラの揺れを0。どうやらカメラの揺れで 3D 用意をしちゃうらしいんで、そこは下げてます。で、カメラ加速度を下げると、クってカーソル移動させるじゃないですか。これ今、クって。で、クって止まらないんですよ。クってやったらなんか、にょーんって止まってくれるんですよね。こう、クってやったらクって止まるんじゃなくて、クってやったら、ク、にょーんって止まる感じ。これを遅くすると。なんで、加速度は高くてもいいかもしれないですね。デフォルトが多分15ぐらいだった気がするんですけど。ちょっと上げました。ここら辺は変えてないね。解像度は720p でいいかなっていう。あ、視野角ちょっと広げた。で、フレームレートは30にした。で、垂直動機とかよくわかんない。モーションブラーは確かブラーだから、このおっさんが動いた時にこの後ろに残像チックに出るとかそういう感じなんじゃないかな、ブラーだから。わかんないけど、処理が重くなるかもしれないからオフにしました。ウィンドウもね、ボーダーレスにした。グラフィックはもちろん低ですね。で、オーディオは10。あ、マックスだね。これでやってみます。おぉ、王子さん。とりあえず、進んで、始まったら急におじさん来て、おじさんこっちまで歩いてきて、ここで止まったんですよね。とりあえず、こっち行けばいいのかな。8番出口を目指すっていうことは知ってるんですよ。もっと言えばなんかね、ここら辺に異変があるらしいんですよ。それを見つけたら戻るみたいな。こんな感じらしいです。これ画面が多分他の配信を見てる方は気づいたと思うんですけど、画面がものすごい暗いでしょ。これ CPU パソコンのスペックがなくて暗いだけです。あえて私が加工して暗くしてるとかじゃなくて、普通に暗いだけです。あれが足りなくて、スペックが足りなくて。やっていきます。ちょっと私の話ですけど音量上げます。あ、これで聞こえやすくなったな。ゼロ。ゼロか。あ、じゃあなんか異変があったってことかな。確か異変があって、そのまんま行っちゃうと、あそこの数字が増えないって感じだったと思うんだけど。禁煙。
で、シフト WASD で移動して、マウスで視野の操作。で、シフト押すと、こうやって、ダッシュできます。特に問題なし。これも平気か。これも平気か？ニューオープン、ドックサロン、ズイ。指の身近なトラブルも司法書士にお任せと。え？ああ、アートか。メイクアップアートか。ムーブフェス。わかんねえな。セキュリティカメラ、インオペレーション。いや、なんか、怖くなってきた。急に。地下広場。いや、特に異変はなさそうだね。消火器。よし、これは平気そう。これで、出口が0から1に変わってるはずなんですよね。どうだ？あれ？変わってない。え？これさ、スペックが足りなくて変わってませんとかないよね。いや、多分そういうことじゃないと思うんだけど。さすがに。何かがおかしかったんだね。禁煙でしょ？合ってるよね。喫煙じゃないよね。ここ喫煙所な、喫煙場所なのに禁煙って書いてあるのが異変とかじゃないよね。ちょっと待って、コードが邪魔だな。コードブルーだ、これ。おじさん。おじさん、壁際に追いやる。おお、すげえ。これ止められるんだ。異変かな、これ。止められるという異変？すんげえすんげえ。え、私足ないんだけど、怖っ。失礼しました。どうぞ。と言いつつ、ずん、ずん。すいません。ちょっと待って、一つずつ見ていく。ウィズアスマイル、8しか、8番出口だからか。あー。特に変わってないね。アルバイトパート大募集。何がおかしいんだ？ちょっとすいません。失礼しました。特に変わってないよね。何がおかしいんだ？おかしいがわからない。地下広場。コンコース。コンコース。分電板室。うわ、急に明るい。スペックが悪いとね、スペックが足りてないと急に明るくなることがあるんで、皆さんお気をつけください。このように。このように、急に本来の明るさを取り戻すんで、お気をつけください。目がーってなるから。詰所？清掃員。特に、大丈夫じゃない。今度こそ大丈夫だと思う。これで進んでなかったら、次、問答無用で戻りますね。え？進んでない。あ、これを読めってことか、もしかして。すいません。ご案内。異変を見逃さないこと。異変を見つけたらすぐに引き返すこと。異変が見つからなかったら引き返さないこと。8番出口から外に出ること。了解です。今のを読むと、いけるとか。おじさんが来るっていうのが異変？そもそも。いや、大丈夫だと思うけどな。これ、一回あれを読んだから。え？え？おじさんなんかバグってね？気のせい、これ。私の、私のパソコンのスペックがないだけ、これ。わかんねえ。わかんねえ。これおじさんバグってんのかな？
こういうことがあるんでね。これバグってるってことにしてみよっか。こういうことがあるんで、皆さんは、ちゃんとね、推奨された、あ、1になった。あれバグだったんだな。推奨されたスペックのね、PC をご使用ください。いや、笑った。あ！これ、蛍光灯変。よし。ゲットゲット。異変ゲット。蛍光灯変だったもん、今。ほら、来た。早いんじゃない今のは。画質。CPU 足りなくても、スペック足りなくてもわかるぜ。え？なんかめっちゃ広いんだけど、奥まで。え？これ異変？こんな広くなかったよな。行ってみた方がいい？途中まで行ってみる？いや、完全に異変なんだよな、これ。だってこんな広くなかった。長くなかった。ここ。ちょっと待って。あ、すげえ。細川一休みたいになるよ、これ。バックステップがめっちゃ早い、これ。シフト押せば。ちょっと待って、これ絶対異変だな。いや、怖くなってきた、急に。いや、異変ですよね。ゼロになっちゃってる。この状態で引き返すとどうなんだ？これで引き返して。あ、3だ。へへへ、やららら、ラッキー。あそこで引き返してよかったんだ。あそこまでは行けたってことかな。いや、恐ろしいわ。そう。曲がり角でおっさんが来るっていうのがデフォだと思ってたんで、蛍光灯は平気そうだな。おじさんの健康管理をしようか。いや、さっきの不気味だったな。変化なし、大丈夫そうだね。ポスターから見ていくか。いや、これ怖いね。この人になんか変化はねえか。今日はちょっとお腹の調子が悪いとかそういう変化はないか。大丈夫そう。大丈夫そうだな。ドアノブもあるもんな。地下広場。平気だよな。ドアに。変なところもないし、消火栓だし。これは異変がないで行ってみよっか。これで4になってたら私の勝ちだよね。 4! よし、来た。いいんじゃない？半分だよね、これ。いいと思います。やっていきましょう。こう曲がり角でおじさんが来ると、長さは一緒。蛍光灯は平気。おじさんの健康管理をしましょう。禁煙。大丈夫そう。どうすか、おじさん。まあ、大丈夫そうっすね。相も変わらず渋いお顔で。カレンダーじゃねえ、ポスター見ます。問題ない、問題ない。多分、目に見えてわかる異変だと思うんですよね。この日付が違うとかじゃなくて、明らかにおかしいっていう感じだと思うんだよね。特に大丈夫そうだな。こっち側は？で、そうに。ドアも平気。これも平気だね。消火器、消火栓。従業員専用。これも平気だな。これは分電盤室も平気。
地下広場、なんか、異変がないのに、異変があるんじゃねえかって思って、なんかちょっと怖くなってきたな。勝手に。勝手に怖いんだけど。これでこうになってるはず。結構余裕か ?5 だ。あれ?余裕か?もしや。もしやのや、余裕かもしれないっすね。曲がり角おっさんオンラインしてきます。長さは同じだね。なんかちょっと長くなった気がしなくもないけど、多分一緒。蛍光灯は平気。禁煙8番。おっさんの顔を見て、おっさんの腕あるね。獅子ある。顔面ある。カバン持ってる。あ、こんばんは。よし。おじさんクリア。ポスター見ます。8しか平気。ドバイトパート平気。ポスター、ドッグ、ドグラ、平気、目。え、これ目が動き出すとかあんのかな?ちょっと鳥肌立つな、それは。ムーブフェス、平気。監視カメラ、防犯カメラ作動中、平気。セキュリティカメラ、防犯カメラ作動中、OK だね。こっち側は、消火栓、消火器、平気。清掃員、詰所、平気。従業員専用、平気。わお!みんな、急に光が戻ってき、え?なにこれ?あ、ごめんなさい、ドアノブだ、ただの。ドアノブにびっくりしちゃった。え、なにこれ?あれ?分電盤室がない。異変だ。これは異変だ。よく気づいた私。これで6、びっくりした。びっくりした。おじさんだった。おじさんだったよ。ガチビ一体は。やめてくれよ、ほんと。勘弁して。あのおじさん、仲間だと思ってたの。え、こっちのおじさんいなくなったんかな?いや。禁煙 OK。上 OK。8番出口。おじさんの健康チェックします。こっから見る限りポスターの数も扉の数も変わってなさそうだね。そういえば上の排気口?ダクトの数見てなかったな。2個で合ってるかな。おじさんは平気そうだね。お変わりないようでよかったです。じゃあポスター見ます。8しか。オッケー。アルバイトパート大募集オッケー。ニューオープン。オッケー、ドッグサロン。地方書士オッケー。これさ、この人たちがなんか残虐な行為をするとかあんのかな?怖いね。だとしたら怖い。メイクアップアートオッケー。ムーブフェス。オッケーだね。3000円だったっけ?確か3000円だった気がする。3000円くらい取っていいと思う。防犯カメラ作動中。で、地。消火栓消火器 OK。清掃員詰め所 OK だね。従業員専用も OK。分電盤室。分電盤室も OK と。じゃあ、あと看板見て。地下広場。出口8。これは異変ないね。え、めっちゃ順調じゃない?これで7になってると思うよ。ほら。ここクリアしたらもう終わりなんじゃないの?ちょっと待ってね。すんげえ怖いんだよね。さっきから鳥肌半端ないんだよな。え。みんなの画面で見えたかわかんないんだけど。明らかにもっこりしてんだよな、あそこ。わかるかな?もうちょい近づきますけど。まずおじさんの健康チェックしますよ。本日もお変わりないようで。ほら。見えます?ちょっと待ってね。視野角を。
下げたら近づくか？ほら見えるかな？なんかいるんだよな、あれ。完全に異変だよね。ちょっと近づけるところまで近づいてみる？あれ、近くで見えんのかな？ちょっと待ってね。なんだこれ。ちょっと待って。襲いかかってきたら怖いな。こうやって下がってこう。オッケーオッケー。これ怖いぞ。振り向いた方がいいのかな？いや、振り向くより多分細川一休で行った方がいいな。うん、これで行った方がいい。このおっさんマジ。ちょっとシミュレーションしとくわ。追いかけられたら、こう。オッケーオッケー。あれ？ゼロになっちゃった。あれ？ゼロになっちゃった。なんでだろう。これ異変じゃないってこと？いや、100% 異変だよね。いや、人だよね、これ。ちょっと待って。細川一休スタイルダメだったわ。途中で、壁にやられた。最悪だ。結構惜しかったんじゃない？初めてやるにしては。いや、クソビビったわ。おっさんこんにちは。多分大丈夫だろう。一回目は大丈夫だろう。よし、行こう。あれ？ゼロになってる。あれ？なんか異変があったのか。悔しいな。何の異変だ？こっち側はドアノブついてるよな。おっさんも平気だね。うん。なんかおかしかったか、ここらへん。3000円だろ。いや、あれガチでビビったな。なんか、やっぱさ、予想はできるじゃん。あ、来るんだろうなっていう。いや、クソビビった。避けらんなかったし。それで進んでると思うんだけど。よし。異変がない、ないかったんだね。オッケー。平気、上も平気、8番、禁煙、ダクトオッケー、扉オッケーだね。ポスターの数も246、246、オッケーだね。じゃあ一回おじさんの健康管理しようか。問題ナッシング。OK。じゃあポスターから見ます。募集、ドッグ、司法書士、メイクアップ、ムーブフェス、防犯カメラね。OK。消火器、消火栓、清掃員、従業員、ちょっと進んで分店前室、オッケーだね。地下広場、オッケー。家なし、家なし、家なし、家なし。上なし、進め。異常あったんか。わかんなかったな。禁煙8番出口。ダクト2つ、扉3つ OK。ポスター246 OK。おじさんは、
題なさそうだね。うん。ポスターを見て、さっきの何が違ったのかしら。わかんないもんだね。ちょっと怖いって思った人は見ないでいいんだけど、ちょっともうちょっと見るか。いや、怖これ。どうやん。異変だわ、これは。おーさん。異変あったよ、今。オッケーオッケー。ポスターがまるっと変わることもあるんだ。ダクトの数オッケー、禁煙、扉オッケー、出口8番、蛍光灯オッケー、246、246、ポスターの数オッケー、おっさんの健康管理をします。あ、怖。特に変わった様子はないですね。その後、体調はどうですか？大丈夫です。よかったです。アルバイトパート大募集。オッケー。あれこれ、上がカラーで下が白黒だったっけ？そういう違いとかあんのかな？わかんねえな。上カラーって覚えとくか。ムーブフェス、防犯カメラ作動中。オッケー。怖い、清掃員詰め所。消火器、消火栓。オッケーだね。従業員専用。お、光が戻ってきましたね。本来であればこの明るさだと思うんだよね。きっと。ごめんなさいね、本当に。でも逆にいいんじゃない？なんか。後で、編集でちょっと上げるけど、明るさを。ただちょっと薄暗い感じが、あれなんじゃない？より不気味な感じを醸し出せてんじゃない？意図せず。あ、異常なかったんだね。2になってた。じゃあ行こう。なんか若干広い気がすんな。気のせいか。おっさんが来るのが遅い気がする。若干広いかな。若干広いとこあんのかな？異変として。これ一回戻ってみるか。おっさん元気そう。ざっと見ます。ポスター平気。で、これ。うわ、うわ、なんだ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 、コンクリートジャングル。コンクリートジャングルの弊害が来た。おっさん流れるぞ。おっさん流れるぞ、それ。え？流れてったおっさん。さよならおっさん。ああ、そういうのもあるんだ。クソビビったわ。あれ？ここ何番出口だ？見れなかったな。でもさっきの異変だったってことだよね。蛍光灯 OK、扉の数 OK、ダクトの数 OK、8番出口、ポスター2、C6 OK、おっさんの健康管理、禁煙、大丈夫そう。じゃ、ポスターから見ます。ビートシカ、アルバイトパート、ドッグサロン、地方書士、メイクアップ、ムーブフェス、防犯カメラ、違う、消火器消火栓、清掃員、従業員、で、ここ、分電板室、オッケーだね。地下広場。これは異変なさそうだな。多分大丈夫。進んでると思うよ。あれ？ 1 になってんな。なんで？おかしいな。さっき、水が流れてきたらもうおしまいってことなのかな？さっきの、なんか、タイルに擬態してた人みたいに、逃げ切れたらよかったのかなって思ったんだけど、ダメだったんだ、あれ。扉の数 OK。ポスターの数246 OK。出口8番 OK。蛍光灯 OK。おっさんの体調は問題なさそうだね、OK。じゃ、ポスターから見ようか。8しかアルバイトパート。
オープン。司法書士、ヘアサロン。ごめんなさい。メイクアップ、あと、ムーブフェス、防犯カメラ。OK だね。こっち。消火器消火栓。清掃員。従業員。え？なんか開いてるよ。従業員とこ。何これ？なんかいる？あ、ごめん、わかんない。わかんない、怖い。わかんない、怖い。なんかいた気がするんだけど、わかんない、怖い。あ、おっさん、こんにちは。異変だね、今のは、完全に。うわ、びっくりした。びっくりした。これは、人通りが少なすぎるから、あれかな？帰宅の時だよね、多分。通勤の時じゃないよね。ちょっと待って、おっさん平気か？おっさん平気そうだな。なんかもう、おっさんだけが癒しになってきたな。で、扉の数一緒。おっさんの数は2、4、6、OK。出口8、OK。蛍光灯 OK。また開いてる？ここ。気のせいか。おっさんから見よう。8しか。アルバイト、パート、オープン。地方書士。メイクアップ、アート。ムーブフェス。防犯カメラね。え？そこの位置にドアノブがあってどうやって開けんのよ。異変だ。ドアノブがおかしい。おっさん、ドアノブがおかしかった。3です。ちょっと待って、これ、マジで怖いな。なんでこんな怖いんだろう。246、246。扉の数 OK。排気 OK。ダクトだね。蛍光灯 OK。出口8番 OK。禁煙 OK と。で、おっさんの健康管理を見て、おっさんはなんかあれだよね。顔がおかしかったよね。最初。あ、その後変わりないですね。はい。じゃあお薬出しておきますんで、はい。前回と一緒で2週間分出しておきますんで、また2週間後お越しください。はい、お大事にどうぞ。特になさそうだね、変化は。清掃員詰め所、消火器消火栓、従業員専業、ちょっと進んで、分電盤室。大丈夫そうだな。地下広場、コンコース、OK。読み方っていうのかわかんないけど。OK だね。これで4になってんじゃないか。OK。ちょっと待ってください。いやー、楽しい。怖楽しいね。いや、今のところすげー怖いんだけど。変な汗かいてきたな。おっさんオンラインしたね。246、ポスターの数 OK。禁煙、出口8番。扉の数 OK。ダクトの数 OK と。ちょっと禁煙あたりでおっさん来るの待ちましょうか。若干おっさん来るの遅い？気のせいだよね。その後変わりはないようで安心しました。じゃ、ポスター見よっか。エイトシカ、アルバイト、パート、ドッグサロン、地方書士。あれだね。次追いかけられたら、一旦、振り返った方がいいな。細川一級スタイル、難しいあれ。消火器消火栓。後ろ向きで走るの難しいね。従業員専用。例えば、扉がちょっと開いてるってあったもんな。一応細かく見るか。地下広場。分電盤室。あ、問題なさそうだな。行ってみようか。ちょ待って。いないよね。さっきの擬態カメレオンいないよな。擬人化カメレオン。これで5になってるはず。よし、いいぞ。落ち着いて、ここの角を曲がった瞬間、明らかに廊下が長かったら、それは異変だから。長くはない。OK。扉の数3つ、排気2つ、禁煙、出口8番、蛍光灯 OK、ポスターの数2、4、6、OK、OK。ちょっと一回、おじさん来るの待ちます。
で、おじさんが変だったら、迷わず戻るんだけど。あ、おかわりなさそうですね。はい、ありがとうございます。で、ポスターから見ようか。いい歳か。アルバイト。こわ。この顔こわ。シンプルに怖かった、今。おっさん。アルバイトパートの人怖かった。よし、合ってたね。いやー、怖かったね。ちょっと待ってね。長すぎたら異変だ、それは。うわ、ちょっと待って。早すぎたろ、今。絶対早すぎたろ。おっさん早すぎたよな。おっさん早すぎたよな。怖い、怖い。怖い。怖いよ、おっさん。ちょっと仲良くなってきたと思ったら。ちょっと待って、これが最後な気がするから。ちょっと待ってね。蛍光灯 OK、禁煙 OK、ポスター26 OK、ダクト OK、扉の数3つ OK、とりあえず OK。おっさんの健康状態、おっさんさっきめっちゃ怖かったぞ、お前。やめてくれよ。その後変わりないようで、安心しましたけど。よし。ここ大事にしたいね。8しか、1月8日だよね。あ、アルバイトパート、笑顔が戻ったね。よかった。ドッグサロン。ドッグサロンのこの犬が変とかないよね。うわお、眩しいね。ごめんね。急に眩しいね。ごめんね。異変じゃないです。ちなみに異変じゃないですから、今の。あえて言うんだったら、私の PC の異変ですね。ゲームの仕様ではないんで、ご注意ください。消火器消火栓、生存位置詰め所、ドアノブの位置 OK、扉は開いてない。従業員専用、ドアノブの位置 OK、扉は開いてない。地下広場 OK、分電媒質。お、あれ、異変なし。これクリアできたんじゃない？これで8番になってると思うけど。ほら！え、待って、これ。8番になって、8番の異変を見つけて、終わりってやつ。だとしたらこれが最後か。やばい、ここマジ大事だぞ。マジ大事。長すぎたらすぐ帰る。長くはない。OK。で、扉の数は3つ。ダクト2つ OK。禁煙。蛍光灯 OK。出口8番。2、4、6。OK だね。ポスターの数 OK。おっさんは走ってこない。お顔も、あ、顔色だいぶ良くなってきましたね。はい。抗生物質が効いたんですかね。良かったです。ではちょっと、お通りください。ここ大事に行きます。マジで。マジで大事に行きます。もう怖くてやってられないんで。エイトシカイン、OK。アルバイトパート OK。ちょっと待って。いないよね。カメレオンいないよね。いや、マジで怖いな、カメレオン。ドクサの OK、司法書士 OK。え？監視カメラの目動いてたぞ、今。ほら。うわ、怖い。異変だ、あれ。おっさん、異変だ、あれ。あれ？あっちのまんまだな。あれ？なんだ？まだやんのか？何？まだあんのか？扉の数3つ、ダクト2つ、禁煙 OK、出口8番、2、4、6、ポスターの数一緒。いや、怖い。大丈夫か？おっさんの健康状態管理。特にお変わりないようですね。8番まで来れました、私。ちょっと無視しないでください。8番まで来れたんですけど、どうですか？禁煙。禁煙ポスターの前で、おっさん2人。何が、何も起こる、
何も起こらないはずもなく、いい年か。アルバイトパート募集、オープン、司法書士、ちょっと待って、いないよね。あの、カメレオンみたいなやつマジで怖かったからな。ムーブフェス3000円、セキュリティカメラ、これがね、この目が先動いてたんだよ。怖かったマジで。消火器消火栓 OK。こっちがもう OK だな。OK。地下広場も OK。運転場室も OK。お、異変なし。え、異変かこれ。戻れ戻れ。いや、いや、いや、怖っ。いや、今自分を褒めてあげたい。よく戻れた。よく戻れた。よく戻れたよ。なんだよ、これ。8番行ったら終わりじゃねえのかよ。長かったらすぐ引き返す。長くない OK。8番出口。扉の数3つ。排気込み2つ OK。禁煙。8番出口。蛍光灯 OK。扉、ポスターの数246 OK。おっさんの健康管理。ステンバイ。展示ブロックが変とはないよな。ここら辺は見てないんで多分もうわかんない異変があっても。あ、特にお変わりないようでありがとうございます。ポスター見ます。エイト司会。ルバイトパート。草の OK。司法書士 OK。タブ OK。今更絵がおかしくなってるって言われてもわかんない。安全 OK。防犯カメラ作動中 OK。で、消火器消火栓 OK。清掃員詰め所 OK。従業員出口。従業員専用 OK。地下広場 OK。運転バイス OK。よし。大丈夫。これでクリアだ。あ、クリアじゃない ?8 番出口。やったー、クリアできた。よっしゃー、小竹クリエイトさん、ありがとうございました。いや、マジで怖かった。本気で怖かったな、これ。相当怖かったな。なんでこんなに怖いんだろう。終始冷や汗止まんなかったな。ものすごい面白かったけど、もう二度とやりたくないね。え？お知らせ？地下通路をご利用いただきありがとうございます。ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、見つかっていない異変が18個あります。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。え？いや、もういいや。びっくりした。おっさん、呼んでねえのに来んな。ちょっとだけ見ようか。ちょっとだけ覗いて。異変はなさそうだよ。いや、異変はないよ、もう。うん。異変はなさそうだな。あったんだ。ごめん、もう。本当にもう無理です。やめます。ありがとうございました。ぜひ皆さんもやってみてください。スチーム。最低スペックが書いてあって、スチーム版にね、スチームのストアに、8番出口のストアページに最低スペックが書いてあるんですけど、それに満たない、私みたいに、Ryzen 3の 3200G の CPU をお使いの方、グラボなしで。だけど、8番出口やりたいって方は、この動画を参考にして、こんぐらいだったらできますね。っていうところです。お疲れ様でした。ありがとうございました。